Google タグ、CMD、プッシュ、ファンクション、Google タグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。20、21シーズンのセリエ A も全日程を終了した。優勝、輝いたのは、アントニオ・コンテ監督率いる、インテル。勝ち点、90以上を積み上げるなど、圧倒的強さを誇った。今シーズンのセリエ A はダゾーンで、いつもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中。20、21シーズンのセリエ A において、アシスト王座に輝いたのは、アタランタのルスラン・マノフスキだ。ウクライナ代表の同選手は後半にギアを上げており、第28節から最終節までのになんと9アシストをマークしている。計12アシとはもちろん、キャリアハイの数字となった。2は、ロメル・ルカクで11アシスト。圧倒的な不意、彼を武器にポストプレーで存在感を示すとは確かに多かった。ルカクは得点ランキングでも2位につけているなど、いかにインテルの檄を牽引していたかがわかる。3位タイには10アシストで3人が並ぶことに。ヘンリク・ムヒタリン、ファンク・アドラード、そしてピオトル・エリンスキだ。さらにその下の9アシストでは7が並ぶという結果となった。ちなみにアシス、ランキングトップ10に名を連ねた選手の所属、ラブで最も多かったのはアタランタ。ドゥバ、サパタ、ルイス・ムリエル、ヨシップ・イリッチの3人が入っている。彼らの破壊力の凄さ、物語る結果になったと言えるだろう。今季のリエ A アシストランキングトップ10及びアシト数は、以下の通り参照元は、データサイト、フースコード1位、スラン・マリノフスキ、アタランタ、12アシスト2、ロメル・ルカク、インテル、11アシスト3位対、ヘリクム・ヒタリアン、ローマ、10アシスト3位対アンクアドラード、ユベントス、10アシスト3位、ピオトル・ジエリンスキ、ナポリ、10アシスト6対アルバロ・モラタ、ユベントス、9アシスト6対ドゥバン、サパタ、アタランタ、9アシスト6対ハカン・チャルハノール、ミラン、9アシス6位対ヨシップ・イリチッチ、アタランタ、9アシスト6位対ルイス・ムリエル、アタランタ、9アシスト6位対ロドリゴ・デ・パウル、ウディネ・ゼ、9アシスト6位対、セルゲイ・ミリンコビ、=サビッチ、9アシスト、両。